難しい話じゃないだろ。願い事といえばモーラをがっぽり手に入れること以外に考えられないって。でも来週は試験が控えてるし、次こそは合格しないと本当におしまいなんだ。やっぱり願い事は試験の合格にするよ。試験が何だってんだよ。いいか、モーラで解決できないことなんてない。俺を信じろって。世の中モーラが物を言うんだからさ。何の話をしてるんだ？なんか賑やかだな。ん？お前たちまさか知らないのか？真夜中に裸足で立ち、頭を垂れて呪文を唱えよ。さすれば願いは叶わん。どうやら本当に知らないみたいだな。これは巷で最近流行ってるおまじないだ。かなり効果が期待できるらしく、願い事が何でも叶うと言われてる。願い事が叶う？お、そうだな。そんな都合のいいもんがこの世の中にあるなんてオイラだって信じないぞ。ああ、もちろん俺も最初は信じてなかったさ。でもつい最近そんな都合のいいことが俺の周りで起きたんだよ。俺の知り合いに国彦ってやつがいてな、こいつは毎日ぐうたらと過ごし、多額のボラを借りているようなどうしようもないやつなんだが、それが一体どうしたことか、数日会わないうちに立派な身なりで高級料亭の飯を食ってたんだよ。であいつを問いただしてみたんだ。するとこのおまじないで願い事をしたら、翌朝数えきれないほどのモラが寝床にあったって言うじゃないか。数えきれないほどのモラ。もちろん朝起きた瞬間に大量のモラがあるなんて非現実的だとは思うけど、それを信じる信じないにせよ、別に難しいおまじないでもないからさ、ほんの運試しとでも思ってやってみるのも悪くないでしょ。なんなら他の人にも聞いてみたらいい。ここ最近このおまじないで願いが叶ったやつがたくさんいるから。本当か？じゃあ近くの人に聞いてみようぜ。だってそんないいおまじないがあるならモラを
にそんな欲張らなくても、僕は試験に合格できればいいかな。頼む。別にそんたまえ、我の、なんだっけ、我の願いを聞きたまえ。違う違う、我の願いを聞きたまえじゃなくて、我が願いに応えたまえだ。ああもう、いつになったら覚えるんだ。お前ら、何やってるんだ。うわ、びっくりした。ああもう、また呪文が飛んじゃったよ。呪文？お、もしかしてお前らも最近流行ってるおまじないを試してるのか？正確に言うと試してるのは純吉だけだ。ここ最近純吉は創作活動に行き詰まっててね。見ての通り、おまじないの力でどうにかしようとしてるのさ。もちろん僕は信じてないが、純吉は昔から人の話を聞かなくてね。だから僕も仕方なく付き合ってるってわけ。しげるさん、頼むからもう少し協力的になってくれ。僕にとっては一大事なんだから。綺麗になりたい人、お金持ちになりたい人、学業でいい成績を収めたい人、このおまじないでいろんな人が自分の願いを叶えてる。この哀れな作家の僕が創作に行き詰まった状況をどうにかしようとするのもなんだおかしくはないだろう。それに今回はきっとうまくいくと僕の直感がそう言ってるんだ。でもこの間も鳴神大社へおみくじを引きに行った時、新たな発想がすぐにでも舞い降りてきそうだ、僕の直感がそう告げているとか同じようなこと言ってたけど。神社の御利益は現れるまでに時間がかかるんだよ。そんなこと今はどうでもいいから、呪文を覚えるのを手伝ってくれ。次の新作はこのおまじないにかかってるんだ。正直今の君に必要なのは、一度冷静になって自分が何を書きたいのか考え直すことだと思うよ。作家になりたての頃は今よりもずっと高い志を持っていたはずだろう。それが今やどうだ、出どころ不明の娯楽小説に書いてあったおまじないを信じるなんて。え、そのおまじないって娯楽小説に書いてあったものなのか。なあ、神聖探偵筆記っていう娯楽小説に載ってたんだよ。いや、この本は自費出版されたものだ。いきなり現れたかと思うと、今や稲妻に旋風を巻き起こしてる。同じ作家として物語自体の評価には触れないけど、その中に書いてあったおまじないは本物だと誰もが言ってるんだ。純吉、確かにみんなこのおまじないには効果があると言ってるが、僕は他にもいろんな噂を聞いたぞ。この方法で願い事を叶えた人は言動がおかしくなるとかなんとか。そんなのきっとあまりの出来事に感極まって発狂しただけだろ。うーん、話を聞いた感じなんだか怪しいな。あ、鳴神大社に行ってニコにこのことを聞いてみないか。娯楽小説や怪談話したらきっとミコの方が詳しいだろうし。輝きたまえ、授けたまえ、
次の一節は何だっけ。純吉、もう諦めろ。願いが叶うと言っても、空から急に誰かが降ってきて君の代わりに小説を書いてくれるなんてこと、娯楽小説じゃあるまいし、現実で起こるわけないだろう。しげるさん、僕の願いを真っ向から否定しないでくれ。今本当に苦しんでるんだから。ちょうど良いところに来た。わらわのところに面白い小説があってな。何じらも読んでみぬか。ほう、わらわに聞きたいことか。何じゃ。実はさっき、って、あれ、ミコ、今忙しいのか。別に大したことではない。八重宮司様、大したことないだなんて。お願いします、どうか私の兄をお助けください。まあ本当に大したことではないのじゃが、何ちらが気になるというのなら、こやつにもう一度説明させよう。お二方は宮司様と交友のある方とお見受けします。どうか宮司様に私の兄を救っていただくよう説得していただけないでしょうか。あ、申し遅れました。私は加藤陽平というものです。私の兄慎吾は剣術家を志しており、かつては名教志水流の師範である土門さんの弟子として従事していたこともあります。しかし剣の道には向いていないと土門さんに言われ、兄は見向きもされませんでした。そのことがよほど悔しかったのでしょう。それからというもの、兄は鍛錬を重ね、つい先日土門のマラ弟子との試合に勝利して自身の腕を証明したのです。ただそれ以降、兄はまるで人が変わったかのように様子がおかしくなりました。医者にも診てもらいましたが、原因は分からず、まさか邪気に取りつかれたのではないかと思い、宮司様に相談しに来たのです。邪気などそう滅多にあるものではない。何時の兄はかねてより抱いていた目的を果たしたことで、心が空っぽになったのじゃろう。それも人の差がというものじゃ。わらわの見立てでは、そのまま何日か放っておけば勝手に治るはずじゃ。いえ、宮司様、それは違います。その目で直接見ていただければきっとわかるはずです。あれは絶対に目的を果たしたからとか、そういった理由でなるような状態ではないと。はあ、分かった分かった。では聞くが、何時の兄はいつ土門の弟子と勝負したんじゃ。確か5日ほど前です。5日前か。ですので兄がおかしくなってからもうだいぶ日が経っています。私は心配で心配で。私と兄の最大の願いは、いつか土門さんのような立派な流派を作ることです。私たちの夢がこのような形で崩れ去ってしまうなど、とても耐えられません。まあ待て、何時は兄を助けたいのか、それとも夢を叶えて流派を作りたいのか、どっちなんじゃ。それは同じことでは。
最近何かおかしな噂を聞いたことがないか？もし心当たりがあったらわらわに話してみよう。噂を聞いていません。そうか、それは残念じゃな。宮司様、話をすり替えようとするのはおやめください。兄の命に関わることなんです。どうかお力添えを。巫女、この人声が震えてるし、お兄さんの方も深刻そうだぞ。手伝ってやれよ。はあ、そうじゃな。ならばこうしよう。巫女、手伝ってやるんだな。その加藤なんとか兵とやら、実はこの二人の客人はわらわと窮地の中でな、こういったことを解決する専門家なんじゃ。邪を払うなどお手の物じゃぞ。本当ですか？なんじゃその疑うような言い方は。助けを求められたからふさわしい人物を紹介してやったというのに、よもや信用できぬとでも言うのか？いえ、信じます。宮司様がそうおっしゃるのでしたらもちろん信じますとも。お二方とも感謝いたします。私についてきてください。おい、何考えてんだよ巫女。邪を払うなんてことをオイラたちにできるわけないだろ。問題はない。邪を払うなぞ、塩を一つまみしてから適当に何か唱え、それを一息に巻けばいいだけじゃ。娯楽小説でもよくあるじゃろ。大事なのは勢いじゃと。物語の主人公がそう言えば大抵の問題は解決する。じゃが、あの者のことを心配しておるのはなんちらじゃろ。それをわらわに押し付けようとするのはいかがなものかな。それに、なんじらが鳴神お社を訪れたのはわらわに聞きたいことがあったからだったはず。多少はわらわのために誠意を見せてくれてもよいのではないか。よーい、なんだか釈然としないけど、妙に説得力があるな。さあさあ、早く行くんじゃ。それに心配はいらぬ。わらわもついて行ってやろう。わかった。じゃあ傭兵のお兄さんのところに行ってみよう。一体どうしたんだろうな。巫女が何を考えてるのかわからないけど、なんか傭兵のことに興味なさそうだ。おまじないのことを聞くのは後にしよう。まずは人助けだ。それが終わってからまた聞いてみようぜ。これはどういうことでしょう。兄は数日前からこの辺りでよく瞑想するようになったのですが、今日は姿が見当たりません。瞑想？はい、土門の弟子に勝った後、いきなりそのような日課ができたのです。よく一人でここに座り、独り言をつぶやいていました。正直言うと、その姿がかなり不気味で、今はそんなことを言っている場合ではありませんでした。あのような状態だというのに、兄は一体どこへ。ふむ、それは確かに問題じゃな。もし汝の兄が見つからなければ邪を払うこともできない。加藤なんとか兵よ、こうなっては仕方あるまい。まずは汝の兄を見つけてくるのじゃ。ついでに邪気払いに使用する塩も用意してくれ。わかりました、すぐに行ってまいります。巫女、オイラたちはどうすればいいんだ。人探しを手伝わなくていいのか。構わぬ、この時間を利用して共に辺りを散策してみるのも良いじゃろう。あの兄弟のことを聞いてみたら、
何か面白いことがわかるやもしれぬぞ。裁きの雷。借金の取り立てですか。それでしたら傭兵が弟子を取ったらすぐに返せると言っていましたが。借金の取り立て？いやいや誤解だ。でも弟子を取ったらってことはオイラたちの知ってる傭兵と慎吾のことっぽいな。二人とも細々とした生活を送ってたみたいだな。細々？ああ、そうなるのも当然のことかと。あの兄弟は何をするにもやる気がなく、いつも好き勝手していましたので。え？でも、傭兵はお兄さんが剣術家になりたくて、土門のところに弟子入りしたって言ってたけど。ええ、確かにそんなこともありました。慎吾があまりにもしつこいから、土門が一度弟子入りを受け入れたんです。しかしそんなすごい死を持ったにもかかわらず、慎吾は毎日怠け、鍛錬をおろそかにしていました。それを見かねた土門は慎吾を破門にしたのです。ただ慎吾は土門に見る目がないと逆恨みし、彼の弟子と勝負をするなどと言い出しました。え？なんでそんなことを？実に面白い。その当事者である弟は悔しい思いをした兄は鍛錬を重ね、土門の愛弟子との試合に勝利し、その腕を証明したなどと言っておったが。傭兵がそう言ったのですか？鍛錬を重ねるなど全くもって嘘です。毎日ゴロゴロと横になり、ただ愚痴をこぼすのが鍛錬だとでも言うのでしょうか。しかし傭兵は確かに慎吾が試合に勝ったと言っていたような気もします。私はそれを真に受けなかったので真偽は定かではありませんが。そうだ、村の入り口にいる検事なら知っているかもしれません。彼は情報通ですので。私は以前からよく時間を浪費せず真面目に何かをやってみたらどうだと慎吾に説いてきました。彼らの両親は早くに亡くなったので、兄であるお前がしっかりしないでどうするのだと何度も言い聞かせていたのです。しかし私の話には耳を貸してもくれませんでした。私が思うに彼はまだ本当の苦しみを味わってないからあのような振る舞いができるのでしょう。もっと地に足をつけて生きることを学ばないとなりません。慎吾と傭兵のことだな。そうそう、その慎吾がこの前土門の愛弟子を倒したって聞いたんだけど、それって本当なのか？本当だよ。彼らは自分たちの門派を作ろうとしてるんだ。まさか君たちそれに入門するため来たのかい？そういうわけじゃないんだけど、その勝負について詳しく知りたいんだ。ああ、それなら俺が適任だ。俺はあの勝負をこの目で見ていたからな。最初名教師水流に挑むなんて聞いた時は冗談かと思ったよ。だが慎吾が刀を抜いた瞬間、まるで人が変わったかのようだった。あの剣はまるで流れる水のように滑らかで、それでありながら豪快だった。土門の弟子も決して弱くはなかったんだが、全く歯が立たない様子でな。慎吾ってそんなに強いのか？ああ、試合に勝った後、素晴らしい剣術だ、
こんなに清々しいのは久しぶりだと大声で言っていたな。他には何かないか。シンゴの性格が昔と比べ大きく変わったと聞いたの。前よりも勤勉になったかな。昔は一日中横になって日向ぼっこしてたのに。それに昨日村長のために木の伐採を手伝っているのを見た。三人がかりで終わらないような仕事をあいつは半日で終わらせてたよ。それから一蹴りでスミレウリの木を倒してもいたな。おー、ほう、それはすごい。だがこの間妙なことがあったんだ。村長が豆腐を差し入れに持ってきたところ、なんだそれ、俺に近づけるなとか言って一目散に走り去っていくことがあってね。宮司様、それにお二方ともここにいたんですね。兄を見つけました。滝の方にいます。塩も手に入れましたのでついてきてください。もっと面白い話を聞きたかったのじゃが、見つかったのなら行くとするか。シンゴのやつ最近やけに元気でな。でもなぜか傭兵の方は暗い顔をしてるんだ。近々弟子を取ることになってるから嬉しいはずなのに、もしかして急に責任感とやらが芽生えたのか。傭兵のやつも成長したんだな。晴天でさえ雷帝の光を遮ることはできません。雨が降らずとも信頼を下さい。皆さん、あそこを見てください。滝のところにいるのが私の兄です。という植物は、あれが傭兵のお兄さんか。おお、滝に打たれながら瞑想するなんてすごくワイルドだな。お、なんかブツブツ言ってるぞ。寒い、もう無理だ、無理だ、助けてくれ。どうだ、感じたか。さあ、感じるんだ、この男らしい気迫を。門派を設立するだと、実に浅はかなり。男たる者、そのような志を持つだと馬鹿げている。もう勘弁してください。お願いします。気迫も何も、もう温度すら感じません。もうダメです。
このままでは死んでしまいます。傭兵、助けて、助けてくれ。おい、聞いたか？よくわからないけど助けを求めてるぞ。ん？何やつ？立ち上がった。こっちに来たぞ。くわ、助けてください。どうするんだよ、ミーコ。早く何か方法を考えてくれ。おやおや、なんとも哀れじゃのう。傭兵、汝の兄はもう虫の息。最後の力を振り絞って汝に助けを求めておる。どうしたものかのう。そんなの私にはどうしたらいいのか見当もつきません。わらわの目には、慎吾は汝に大きな恨みを抱いておるよう見えるが、これは一体どういうことじゃ。知りません。私は何も知りません。知らぬじゃと？汝の兄がどうしてあのようになったのか、汝は誰よりも知っておるのではないか。傭兵、よう考えて話すことじゃ。これは生死に関わることじゃぞ。それは最も身近なものの様子がかようにおかしくなれば、汝が真っ先に気づくはずじゃ。じゃがわらわに助けを求めに来たのは、ことが起きて5日も経った後。これでもまだ何か隠し通せるとでも？私は。そうか、本当のことを口にしたくないのならそれでも構わぬ。じゃが慎吾が死した後は汝の番じゃぞ。たとえ地の果てまで逃げようとも、あやつは汝の背後につきまとうじゃろう。なぜなら、あれは汝らが呼び出したものなのじゃからな。話します。何でも言います。私と兄はまじないで願い事をしたんです。ある願いを叶えてもらおうと。そうです、最近巷で流行っているそれです。真夜中に呪文を唱えれば願いが叶うという。私と兄は本に書いてあった通り陣を書き、真夜中に裸足でその中に立ちました。そして呪文を唱えると陣の周りが光り出したのです。兄は剣術家になることを願い、これまでなかった剣の才能を手に入れました。しかし同時に性格まで変わってしまったのです。それは、兄が元に戻ればまた剣の才能がなくなるのではと思ったからです。しかしそれでは我々の流派を立ち上げるという計画が頓挫してしまいます。そうなれば私たちは一生貧しいままです。だからまずは道場を開き、今まで借りたモラを返し終わるまでこのことを隠し通そうと考えました。じゃあなんで鳴神大社に行ったんだ？兄があのような状態では何か触れてはならぬ禁術を使ったのではと噂が広まることでしょう。そうなれば誰も弟子入りには来ません。でも宮司様であれば剣の才を残したまま兄を元に戻すことができるのではと。たわけが、それで丸く収まるとでも思うたか。そんなものは愚かな妄想に過ぎぬ。あやつが見せた剣の才はあやつ自身のものではなく、あやつに取り付いた亡霊によるものじゃ。はい、申し訳ございませんでした。もうよい。さて、ここからは汝の出番じゃ。わっぱよ、塩を撒いて剣を抜くがよい。よく見るんじゃ。あれこそが汝らのおびき寄せたもの。慎吾の意識はもうないぞ。ほれ、汝に向かってきておる。
どうもせぬ。わっぱ、やつと戦ってくるんじゃ。うん、貴様も武に秀でたものか。いざ尋常に勝負せん。眉来たぞ、気をつけろ。見切りました。ふっはっとたふっせっ、逃げ道はありません。いい、いいぞ、実に素晴らしい。こんなにも痛快なのは久方ぶりであった。消えた。なんか満足したみたいだったな。おいらもうわけがわからないぞ。何が起きたのかお前はわかったか。この件については後で話そう。ほれ、こやつらも目が覚めたようじゃ。どうして俺はここに。傭兵、傭兵か。兄さん、もう大丈夫なのか。傭兵、なんだか俺は夢を見ていたような気がする。夢の中で俺は剣術が上達していて、あの土門の弟子にも勝ったんだ。これでやっと道場が開けると思った矢先、体が思うように動かなくなった。それから誰かが耳元でずっと語りかけてきたんだ。自分の体を取り戻そうにも何もできず、恐怖で胸が締め付けられた。あの声は、そう、確か男の気迫がどうとか言っていた気がする。兄さん、やっぱり願い事を叶えるためにまじないなんかするべきじゃなかったんだ。あれのせいで化け物をおびき寄せ、兄さんは体を乗っ取られたんだから。その通りじゃ。わらわたちが手を貸していなければ、何時は命を失っておったじゃろう。そして今度は何時の弟に取り付き、同じように衰弱させ、いずれ死んでおったはずじゃ。宮司様、本当にありがとうございました。お二方にも何とお礼を申せば。もうよい、兄を連れ帰り休ませてやれ。何日も取り憑かれておったんじゃ、衰弱しきっておる。これから高熱が出るじゃろうが、命に支障はない。いいか、これは代価じゃ。横島な方法で自らに属さぬ力を手に入れようとすれば、どのような結末が待っておるか、もう説明しなくてもよいな。はい、承知しております。もうこのようなことは二度としません。ありがとうございました、宮司様、それにお二方も。では先に失礼します。兄さん、行こう。このくらい脅しておかねば、怠け者のあやつらは改心しないじゃろう。じゃあ、あいつの体に取り付いてたのって。これまでの経験で、何時らもあれに取り付いていたのがどんな霊か分かっておるじゃろ。あ、おいら分かったぞ。きっと鬼族の霊だ。そうじゃ、シンゴの体に取り付いてはおったが、悪意はなかった。むしろシンゴの肝を鍛えておったくらいじゃ。なんだ、そうだったのか。でもシンゴのやつ、すごくビビってたよな。
わらわたちが塩をまいたことで一時的に慎吾の体から奴は引き離された。そして何時と戦ったことで力尽き消えたというわけじゃ。たとえわらわたちが放っておいたとしても、少しすれば慎吾の体は弱まり、奴の魂を受け入れられなくなっておったじゃろう。いずれ自然と離れていたはずじゃ。ただそれじゃと慎吾と傭兵はもう少し苦しむことになっておったがのう。もしかしたらその方がわらわの脅しよりも効果的だったやもしれぬ。ふう、何はともあれ無事でよかったぜ。さあこれで一件落着じゃ。そろそろ行くぞ。ちょっと待てミコ、一件落着って本当にそう思ってるのか？そうではないのか？ふむ、あやつらが使ったまじないの書かれた本のことじゃない？それならわらわも知っておる。実は今日そのことについて聞きたくてお前のところに来たんだ。その本に書いてあるおまじないが今稲妻ですごく流行ってるらしいんだよ。人間はわらわたちあやかしのように法力があるわけではない。まじないや怪異などに興味をそそられるのも至極当然のことじゃ。大事なところはそこじゃなくて、それに書かれたおまじないが本当に霊とか魂を呼び寄せてるってとこだ。もうたくさんの人がそのおまじないを試してる。残念じゃが人間の力には限界がある。たとえまじないを使って霊魂を呼んだとしても、そう長くは体に取り付くことはない。大事には至らぬはずじゃ。だったらその本は誰が何のために書いたんだ？これってこの先も人に害を与えるものなんじゃないのか？お前はどう思う？そうだな、娯楽小説のことならもっと興味を示してもおかしくないはずだろ。なのにあの本のことは話したくないみたいだ。八重様、ここにいたのですね。黒田、どうしてここへ？今月の八重堂の売り上げを報告しに参りました。こちらが小説の売り上げです。内容は分析済みですのでご確認お願いします。どれどれ。何？売り上げ1位の座が奪われたじゃと？はい、総合売り上げ、読者が選ぶ一番好きな小説流行番付、どれも1位の座を奪われています。すべてあの神聖探偵筆記に負けてしまいました。わっぱよ、こっちへ来い。どうしたんだそんな顔して、なんだか怖いぞ。神聖探偵筆記の人気が全体的に八重堂の小説を超えておる。これは由々しき事態じゃ。そんなこととはなんじゃ。わらわが苦労し推してきた力作があの本に負けておるのじゃぞ。これは耐え難き問題。何か対策を考えねばならぬ。何時らも手伝え。なんで急にオイラたちに？パイモン、何時はさっきこの本は誰が書き、そして人に害を与えるのではないかと心配しておったじゃろ。稲妻の人々の安否に関わることは何時らにとっても大事ではないのか？すごく筋は通ってるけど、なんだこの違和感。気のせいじゃ、何も間違ってなどおらぬ。とにかく戦の始まりじゃ。わらわは先に戻って準備をする。八重堂の前で落ち合おうぞ。
の糸口は八重堂と関係しておる。筆記は今や稲妻で最も流行しておる娯楽小説じゃ。わらわたちがそんなことをしてしまえば、まじないの効力を裏付けるのと同じこと。浪して忠告しても結局は好奇心が勝り、試す輩が増えるじゃろう。そうすればこの本の売り上げが止まることもなく、人々に買われ続ける。それじゃダメだな。なら本を没収するっていうのはどうだ？はあ、一冊の娯楽小説のためにそのような騒ぎを起こせば、人や資源を無駄に費やすこととなる。それに稲妻で安寧に過ごしておる人々もきっと混乱するじゃん。だったらもう方法なんてないじゃないか。いいや、方法がないなどとわらわは一言も言っておらぬぞ。神聖探偵筆記はわらわも読んだ。まじないのことを抜きにしても実に面白いものであった。古今東西のあらゆる怪談について熟練の手法で物語が描かれておる。人気にはそれも一役買っておるのじゃろう。もしここ最近の娯楽小説の中でそれを上回る作品がなければ、その勢いを止めることも難しいはずじゃ。そう、流行にとって変わるのは新たな流行しかない。つまり我々たちで新たな人気娯楽小説を作るのじゃ。正々堂々と売り上げで相手を倒し、人々の注目をこちらに集める。それこそが我々の戦い方じゃ。それにこの方法を使えば、神聖探偵筆記のもたらす影響を最小限に抑えることができる。ちょっと待った。娯楽小説を書くのか、オイラたちが？もちろん小説は一朝一夕で書けるようなものではない。じゃがわらわは八重堂の編集長、わらわなりの秘策がある。作るのはわらわたちじゃ。共同創作という言葉は何時も聞いたことあるじゃろ。とにかく八重堂が主催する小説の公募もまだ締め切られておらん。まずは読者の好みについて情報を集めてきてくれぬか。今の流行を把握した後また話し合おう。一通り情報が揃ったら右遊亭に合流じゃ。わらわも人を集めておく。食事をしながら仕事をするとしよう。順調に進んでるわね。やれぞ。私なんかやっと学びますよ。
が主催する小説の公募は過去に何度も行われてきました。受賞作は多大な宣伝効果を得られ、多くの人がこれを通じて有名作家の一員となっています。もしいい物語がありましたら、ぜひ参加してみてください。僕は昔から娯楽小説を読むのが好きでね、奇抜な発想で書かれた幻想談とか、見たこともない設定を盛り込んだ物語とか、もうたまんなくて。ただ近年の作品はどれも似たようなものばかりなんだ。中身を読まなくても署名だけでどんな内容か想像がつくことも多い。最近だと新生探偵筆記くらいしか面白いものはなかったかな。話はもちろんのこと、描写がすごく細かいんだ。まるで作者が実際にそういった妖怪に会ったことあるみたいだったよ。裁きの雷。娯楽小説が売れるには挿絵も重要なんだ。挿絵を入れる場所、その内容、どの絵師に描かせるかなど、さまざまな工夫を凝らす必要がある。挿絵が良ければ悪い点を補うことだってできるんだ。逆に挿絵がいまいちだと、どんなにいい物語でもダサくになってしまうことがある。挿絵のために娯楽小説を買うという言葉だってあるほどだ。僕からすればその言葉はあながち間違いでもない。ただ有名な絵師はそのほとんどが忙しく、担当してもらうのが難しいようだけど、新生探偵筆記も挿絵がとても良かった。今までに見たことない画風だったよ。俺に言わせれば、娯楽小説に求める点はただ一言で表せる。それが爽快感だ。従来の物語だと主人公がゆっくりと成長していき、別れや失望の中で強くなっていく。確かにそれも面白い。だが展開が遅すぎるんだ。今稲妻で流行っている新生探偵筆記は最初から主人公が強くてね、読んでいてとても爽快感があったよ。物語の主人公は陽子で、呪文や秘宝を熟知しているだけでなく、書画や茶道にも精通しているんだ。娯楽小説が好きな人たちっていろんなこだわりがあるんだな。今聞いた話をミコにも伝えよう。ふむ、来たか。まずは汝らにわらわの集めた人員を紹介しよう。この二人は汝らも知っておるな。純吉と茂じゃ。茂は経験豊富な編集者じゃ。そしてそやつと組んでおるのが作家の純吉。ここ最近いい作品が書けずに悩んでおるようじゃが、過去には若者たちの間で人気もあった。まあ独特な作風が魅力じゃな。里見は八重堂の主力作家じゃ。複数の筆名を使い分け、様々な作風の物語を書いておる。もちろん筆名は企業秘密じゃ。我らで小説を書き上げ、新生探偵筆記を打倒する。どうじゃ、これで安心したか。なるほど、そういうことだったのか。なら次は何時らが集めてきた読者が求める作品について話してもらおうかの。ふむ、見たこともない設定、展開の早い物語、綺麗な挿絵に爽快感か。確かにそれら要素のある小説は売り上げが期待できるじゃろう。じゃがそれよりも重要なのが、作品に描かれる現実感を伝えられるかどうかじゃ。たとえ娯楽小説であってもな。だんだん分かってきたけど、結局どうやって書けばいいんだ。見たこともない設定って言われても、どんな設定にすればいいか分からないぞ。
その言葉を理解する前に、まずは自分の読者層を把握する必要がある。例えば神聖探偵筆記、わらわにとっては妖子など知り尽くしておるものじゃ。じゃが人々には目新しいものとして映る。これが作者と読者の間にある情報の差じゃ。わっぱよ、汝は旅人として、稲妻の人々が知らぬことをあまたと知っておろう。汝にとって見慣れたものでも、人々にとっては全く知らない、見たこともない設定になるはずじゃ。そういうことか。じゃあモンドとリーユへのことで何か思いつかないか考えてみようぜ。でもそれだと神聖探偵筆記と違う感じの小説になっちゃうけど、大丈夫か？問題ない。何も神聖探偵筆記と争うことだけを考える必要はない。なんじらはただ自らの経験や興味深い話を提供するだけでよいのじゃ。それが面白いものであれば、ここにいる専門家たちが自然とより良いものに仕上げてくれるじゃろう。よし、じゃあまず第一章の内容から考えようぜ。何かいいアイデアはあるか？おい、そんなの読みたいやつなんていないだろう。ふむ、100点満点中90点じゃね。異世界で空飛ぶ非常食とは一体どんな味で、どう調理するのじゃろうな。こういった物語の始まりは読者の興味を引くことができる。料理を題材にした作品を甘く見るでないぞ。食とは誰もが興味を持つ分野じゃからな。おい、悪くないな、わっぱよ。自らの経験のみだけでなく、どうやら何時も娯楽小説をよく読んでおるようじゃ。どれも要点を押さえておる。皆はどう思う？これらの考えから面白い物語は作れそうか？はい、大丈夫だと思います。ついつい設定を複雑にしてしまうのが僕の癖ですが、この状況ならぴったりかと。ならよい。第一章はこれで進めるとしよう。次は第二章じゃ。まだ続けるのか？読者というのは読むのが早いんじゃ。苦労して人気を得ても続きが出なければすぐに離れてしまう。じゃからほれ、第二章を作るぞ。それに里見も待っておる。あ、どうしたんだ？眉間にシワが寄ってるけど。はあ、初心者ならではの発想で良い案がまだまだ出てくるかと思ったが、まさかこんなにも早くそれが訪れるとは。どういうことだ？これはスランプという名の魔王じゃ。突如として現れる生涯の敵、作者に死と同等の苦しみを与え、魂を売ってしまいたくなるほどの絶望を与える。なんとなくわかるような。こういう時は美味しいものでも食べて心を落ち着かせるに限る。天使よ、油揚げを一つ、それとこやつらに串焼きを頼む。味付けは普通でよい。安心せ、わらわのおごりじゃ。おごり？そういえばオイラたちこんなに頑張って小説を作ってるんだし、もちろん原稿料はもらえるんだよな。当然じゃ、創作に参加した全員であるぞ。オイラたちの原稿料のためにも頭をフル回転させるんだ。お、何かひらめいたのか？
れどれ。リーヨエにたどり着いた主人公はモラを払えずにいる男性と出会う。しかし後にその人物がかの有名な元王帝君だということを知るのであった。七星の助力と千人の加護、そして広大な大地を自由気ままに旅をする。これが俗に言う爽快感ってやつか。ふむ、わらわの評価は98点じゃ。爽快感がありこれといった欠点もない。それにかの帝君にまつわる伝説は数多くある。きっと人々の興味を引くことじゃろう。少なくとも市場価値はある。良いじゃろう。そうか、勝利は気にしないといいんだけど。よし、これで里見も物語が書けるじゃろう。お任せください、八重様。第三章は稲妻の物語を書くぞ。この章はわらわが手伝おう。メガリレーや抵抗軍を参考にしても良いじゃろうな。何か案はあるか。ふむ、何時にぴったりな物語じゃな。事実とほとんど相違ない。大丈夫じゃ。稲妻で起きたことならば少し現実味を加えた方が読者の気も引きやすい。じゃがわらわが何時にお守りを授けたところは少し改変する必要がある。不思議な狐お姉さんは主人公に願いを叶えるおまじないを教え、主人公はそれを頼りに雷電将軍を打ち倒した。これに変えるとしよう。おい、それって神聖鍛錬筆記のおまじないと真っ向勝負するってことか。そうとも言える。主人公が呪文を唱えるところは物語が出来上がった後わらわが直々に書き加えよう。でもこれで大丈夫なのか。本当に神聖鍛錬筆記に勝てるのかな。内容はこれで問題ない。じゃが洗練がまだ足りぬ。絵師に連絡して挿絵を描いてもらおう。無論神聖鍛錬筆記に負けぬものをじゃ。それから帯の推薦文は最近話題のひなさんに書いてもらうとしよう。彼女は月刊漢字に設けてある読者質問欄の専属作家じゃ。稲妻の人々にも人気がある。皆が創作しておる間何時はしばし休むとよい。それと八重堂でひなさんに推薦文を書いてもらうよう依頼を出しておいてくれぬか。原稿が完成したら小説を提出する場所で落ち合おう。さすがエリカ、また手芸が上達しておる。そうじゃな、キツネお姉さんから教わったおまじないは、うむ、これじゃ。より神秘的なものにせねばな。伏線はこれくらいで、それから孤高大将のところと対照的にすれば物語の点にもなる。それから話の中心は、おお、すごく集中してるみたいだ。邪魔しないでおこう。安心してくれ、今回の物語は道筋がちゃんとしてるから純吉もいいものを書けるはずだ。そういえばこの前神聖鍛錬筆記のおまじないを試してたよな。願いは叶ったのか。叶わなかったよ。1日目は呪文が長すぎて純吉が覚えられず、2日目は純吉が夜中に起きられなくて寝過ごした。3日目は、しげるさん、もうそのことは言わないって約束したでしょ。さすがエリカ。
普段ひなさんは推薦文を書かないのですが、宮司様からの頼みでしたら交渉してみます。実は最近ひなさんの人気がますます高くなっているんです。他にもたくさんの方から共同の話が来ている状況でして、しかしひなさん本人はそれらに興味を示さず、いつも通り真剣に読者のお便りに返信をしています。他の活動には目もくれずに。ただそこが皆さんに好かれる理由でもあるのでしょう。少し話が逸れてしまいました。とにかくひなさんの推薦文があれば話題性は十分なはずです。お二方の娯楽小説が売れて、我々八重堂の売上記録を更新してくださることを祈っていますよ。頑張るぜ。宮司様は見る目のあるお方。お二方の作品を認めたのならきっとうまくいくことでしょう。小説の公募に参加したんだって。すごい行動力だね。どうやらもうすぐ面白い作品が読めそうだ。挿絵が微妙だったら僕は買わないぞ。新生鍛錬筆記を読んだが、こんなに面白い娯楽小説に再び出会えるだろうか。もし満足のいく作品が見つからなかったら、また新生鍛錬筆記を読み直すしかないな。それではこちらの作品を提出ということでよろしいでしょうか。署名は旅人の奇妙な冒険、作者の筆名は千寿祭で問題ございませんね。変な筆名、多分ミコがつけたんだろうな。これまでの付き合いでミコのセンスが分かってきたぞ。何もおかしなところなどないじゃろ。わらわたち全員で完成させた作品じゃ、ぴったりな筆名じゃと思うぞ。では至急こちらを印刷し、稲妻各地で試験販売をいたします。具体的な売り上げは3日後にお伝えできるかと。どうしよう、おいら緊張してきたぞ。本当に大丈夫なんだよな。その通り、自分の作品に自信を持ってこそ娯楽小説作家というものじゃ。あなた方の登録は済みました。3日後に結果を確認しに来てください。ご応募ありがとうございました。皆様の小説が売れることを祈っております。新生鍛錬筆記の人気に火がついてから、それを真似た作品が数多く市場に出回りました。しかしどれも質が低く、あまり話題にならなかったのが現実です。やはり自分が面白いと思う物語を作らなくてはなりません。真似をするだけでは本当に書きたいものを見失ってしまいますから。Thank you.